ミスチーフ省ミスチーフ省、タガログ語、パンガニバン、ベトナム語、ブイヤ NHKHN、カナエキンは、南沙諸島の環礁の一つ。ミスチーフ環礁と表されることもある。低潮時のみ海面に姿を現す岩礁があったが、中華人民共和国がこの浅瀬を埋め立て人工島を造成して実効支配している。多数の建造物と3000メートル級の滑走路が建設され完成している。中国のほか、フィリピン、ベトナムが主権を主張している。フィリピン・パラワン州のパラワン島から西におよそ 209km に位置する。中国によって実効支配される前はフィリピン領とされていた。1995年2月、フィリピン政府は前年秋のフィリピン海軍がモンスーン期でパトロールをしていない時期に中国が建造物を構築したことを公表。1991年末のソビエト連邦の崩壊後の米非相互防衛条約解消の流れからアメリカはクラーク空軍基地から撤収し、1992年にはスービック海軍基地からも撤収し、フィリピンにおけるアメリカの軍事的なプレゼンスは、この時期には著しく低下していた。フィリピンは抗議を行うが、中国はこれに応じず、建造物は自国の領主を守るためのものであると主張した。1998年末から1999年にかけて中国が鉄筋コンクリート製施設を建設していることが報道され、フィリピンのマニラで反対運動が起きた。2007年に中華人民共和国農業部南海区漁業局は漁民を組織し、生けす養殖のプロジェクトを開始。この環礁には、低潮時のみ海面に姿を現す岩礁が存在する。海洋法に関する国際連合条約において、島とは自然に形成された陸地であって、水に囲まれ、高潮時においても水面上にあるものを言う、と定められている。したがって高潮時に海面上に露出しない岩礁は低潮高地であり、その全部が本土、または島から領海の幅を超える距離にあるときは、それ自体の領海も認められない。また、人間の居住または独自の経済的生活を維持することのできない岩は、排他的経済水域または大陸法を有しない、とも定められている。自国の排他的経済水域内の暗礁であるならば、その国が建造物を建設することが認められている。中国もフィリピンも国連海洋法条約を批准している。2015年9月15日にアメリカのシンクタンクの CSIS による衛星写真の分析から造成した人工島に中国がファイアリークロス礁、スビ礁に次ぐ3本目となる滑走路を建設している可能性があることを明らかになり、3000メートル級の滑走路が完成している。また CSIS の分析によると2015年の年初から環礁の西多摩木曽井を大規模に埋め立て面積が約 5.58 平方キロメートルとなり、環礁の南口の拡幅をしており、環礁周辺で中国軍艦船も見受けられることから、将来的に埋め立てられたミスチーフ礁が海軍基地になると予想されている。2016年7月12日の常設仲裁裁判所による裁定では、ミスチーフ礁は海洋法に関する国際連合条約における低潮高地であるため、礁自体には領海、排他的経済水域及び大陸法を設定できないこと、さらにミスチーフ礁はフィリピンの EEZ 及び大陸法の一部であることが認定された。ありがとうございます。